はい、お疲れ様です。高木光です。とはい、お疲れ様です。ワニです。ってことで今日はワニさんと北海道に来ております。でね、天気もめちゃくちゃいいんで、まあ北海道ならではの生き物を中心に探していこうかなと思います。よろしくお願いします。お願いします。よし、じゃあ探していきましょう。で、今回せっかく北海道に来たんで、北海道で24時間本気で生き物採集をしたら何種類見つかるのかやっていこうかなと思います。まあ、結構沖縄とか本州とかでは同じような企画やってるんですけど、北海道でもね、たくさん面白い生き物が見れると思うんでやっていきます。ただ一つ心配してることがあって、北海道って夏がすごい短いんで、そろそろ夏が終わっちゃうんですよ。お盆過ぎると北海道は秋って言われてるんで、あんまり種類は稼げないかもしれませんけど、まあでも北海道ならではの生き物たくさんいますんで、全ての生き物を対象として生き物を探していこうと思います。じゃあまずはこういう山沿いの石垣から見ていこうかなと思います。この辺結構ヘビが多いんですよね。北海道には5種類のヘビが生息してるんですけど、まあヘビ探しながらいろんな虫も探していこうかなって感じです。結構日当たりのいいとこで日光浴してることもあるんで慎重に探していきます。いたいたいた、早速ヘビがいました。あれは青大将かな。いや、シマヘビか。はい、ワニさんが取ってくれました。はい、取りました。シマヘビですね。ね、青大将かなと思ったけど、なんか色の薄いっていうかシマ模様があんまりないシマヘビです。結構でかくないですかこれ。結構いいシャツね、シマヘビにしては。はい、脱皮前だったんだね、これ。ほら、皮が剥けてるから。ほんとだ、毒ヘビ出ました。マムシです。うわ、普通にいるやん。おお、でか。北海道のマムシって本州のやつよりでかいんですけど、伝わるかな。超太いよ。うわー、すげえ、一瞬でヘビが2種類見つかりました。とにかくね、ここはヘビの密度がすごいんですよ。で、あと青大将がよく見つかるんですけど、こういう石垣の中とかもよく入ってるんで、しっかり見ていきます。こういうとこも怪しいですね。めちゃくちゃいそう。こういう石垣にあるパイプの中ってよくヘビが住処にしてるんで、こういうとこ探すと結構見つかります。顔だけ出してることとかもよくありますね。いないかな。めちゃくちゃいそうだけど、日当たりもいいし。うん、おー、めちゃめちゃ可愛いのがいる。超ちっちゃいけど、カナヘビです。日本カナヘビ。実は北海道にもカナヘビっています。なんか北海道のやつって尻尾がすごい長いんですよね。まだちっちゃいからちょっと分かりづらいけど、かわいい。さっきからぴょんぴょんなんか跳ねてんなと思ったらバッタでした。これいっぱいいるんですけど、ミカド吹きバッタですね。北海道の草むら行ったら大体見ることができます。寒さに強くて雪が降る直前でも見ることができるバッタです。で、もう一種類いっぱい跳ねてるんですけど、こっちは札幌吹きバッタですね。これ北海道の昆虫です。明らかにさっきのミカド吹きバッタとは見た目全然違いますよね。はい、青大将、同行してる方が捕まえてくれました。わあ、やっぱ北海道の青大将綺麗だな。エゾグリーンっていうか。おお、おとなしい。ヘビ3種類目。早っ。石切り。はい。ほっ、おお、よし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 。おお、結構綺麗、この子も。いや、さすがだな、やっぱ。ちょっと怒ってるかな。うん。あ、めっちゃ臭い。おお、いっぱいいる。シマヘビまたいました。ほら、顔が。あ、シマヘビですね。え、なんか、あ、やばい、逃げちゃう。はい、また取れました、シマヘビ。うん。え、ここヘビめっちゃ多いですね。ね。で、しかもまたなんか変な模様。ね。全然シマ模様が入ってないです。やっぱ北海道こういうやつ多いのかな。はい、ちょっと撮る瞬間映ってなかったんですけど、オニヤンマが飛んでたんで網振ったら入りました。北海道にもいるんだな。いやー、やっぱかっこいいっすね、オニヤンマ。ちょっとちっちゃいかな。まあ多分川が近くにあるからいっぱい発生してるんだろうな。やりました。いやー、にしてもセミの鳴き声すごいですね。これ鳴いてるのはほとんどエゾゼミで、ちょっとだけミンミンゼミが鳴いてるって感じです。もうちょっと早い時期に来ればエゾハルゼミとかも鳴いてるんですけど、
まあ今はもうエゾゼミばっかですね。ただ高いとこにいるんだよな。はい、地面に落ちてるやつがいました。もうほとんど瀕死状態なんですけど、これ小エゾゼミですね。胸んとこにある黄色いラインに黒いちょんちょんが入ってるんで、多分小エゾゼミだと思います。キリギリスだ。これ羽長キリギリスです。北海道にしかいないキリギリス。本州のキリギリスよりも羽が長いんですよね、名前の通り。あ、メスだ。産卵管がある。でね、さっきからマジでめちゃくちゃいるのがこれ、アブです。多分牛アブかな。北海道ね、夏になるとこのアブがめちゃくちゃ多いんですよ。川の近くでね、とにかく数が多い。ほら、こっちにも止まってます。これ刺されると意外と痛いからマジで不快なんですよね。お、トンネルの入り口なんですけど、壁にクワガタが止まってます。超ちっちゃいけど、これスジクワかな。スジクワのオスですね。やった、クワガタ見つけた。いや、めちゃくちゃちっちゃいけど立派なオスです。スジクワは北海道簡単に見つかりますね。夜じゃないけど見つけることができました。マイマイかぶりです。北海道来たらこれ見ないとダメでしょ。エゾマイマイです。やっぱ綺麗。カタツムリとか、あとミミズとか食べてます。こうやって地面歩き回って。うわ、めっちゃ綺麗。ほら、お、これルリボシカミキリだな。たまたまこの柵を見てたら、めちゃめちゃ綺麗なカミキリムシ見つけました。やばい、ちょっと雨降ってきた。いや、カミキリムシの中でも一番綺麗な種類だと僕は思います。色がやっぱいいですよね。さあ、だいぶ奥の方までやってきました。で、だいぶね、夕方になってきたんですけど、この辺はね、このモノアラガイっていう陸生のカタツムリなのかな、陸生の貝なのかちょっとわかんないですけど、こいつがいっぱいいるんですよ。で、テレビとかで見たことある人いると思うんですけど、ロイコクロリディウムっていうこのモノアラガイの触角に寄生する寄生虫がいて、北海道でね、それ見れるんですよ。で、過去に何回か見たことあるんですけど、また見れないかなってことで探しに来ました。まあ、結構ね、確率は低いんでなかなか見つからないんですけど、まあ、とにかくこの辺モノアラガイが多いんで、ちょっと探してみます。こことかやばくない？めちゃくちゃいるんですけど入ってないよな。いや、おったっすけどね。いや、いないよな。めちゃめちゃいるのに、オカモノアラガイは。そう甘くはないですね。はい、夜になりました。で、ちょっと時間が遅くなっちゃったんですけど、場所を移動して、僕がよく大学生の時にクワガタとかオサムシを採集してた森の方にやってきました。めちゃくちゃ懐かしいです。で、ちょっと相変わらず天気があんま良くないんですけど、夜もクワガタとかいろんな生き物探していこうかなと思います。まあ、森の中探すのもいいんですけど、こういうね、街灯にもよくいろんな虫が飛んでくるんですよ。いや、まだね、夏終わってないんで、クワガタとかカブトムシ取れると思います。まあ、他の生き物も探していきましょう。これはヒメクサキリかな。確か普通のクサキリって北海道にいなかったはずなんで、ヒメクサキリだと思います。ちょっとちっちゃいんですよね、クサキリに比べると。で、こっちの草むらで鳴いてるのは、これエゾツユムシですよね。ちょっと周りの音がうるさくてあんまり声聞こえないけど、必死に鳴いてます。夏の終わりから秋にかけてたくさん見ることができます。おー、いるいるいる。カブトムシとかクワガタ来てる。しかもミヤマも来てますね。おー、暑い暑い。まず下にいるのが、これカブトムシ、2匹ともメスですけど、実は北海道ってもともとカブトムシいなかったんですよ。だから国内外来種ってことになりますね。誰かが逃がしたりしたやつが野生化してます。最近多いですね。
でなんといってもミヤマですよね。北海道はねミヤマクワガタがたくさんいます。特に山の方行かなくても簡単に見ることができるくらい北海道では普通のクワガタです。いやちょっとちっちゃいですけどやっぱかっこいいですねミヤマクワガタは。いやよかった、もう夏終わりだけど見れました。まあ種類的には本州のやつと一緒なんですけど、これね顎の形が本州のやつと若干違うんですよね。エゾ型って言われて、この先っちょが二股に分かれてるんですよ、大顎の先っちょ。かっこいいですよねミヤマクワガタです。てかさこの木やばいんだけど、見てくださいこれ、わかりますか、わらじ虫とかダンゴムシがいっぱいついてるんですけど、これこいつやったら青いのいますよね。これイリドウイルスっていうウイルスに感染しちゃってますね。でなんかねあんまり詳しいことわかんないんですけど、イリドウイルスっていうウイルスがダンゴムシとかワラジムシに感染するとこうやって体がめちゃくちゃ青くなるんですよ。まあ、普通のダンゴムシとかワラジムシって黒とか茶色とかの色なんですけど、うん、こっちにもいますね青いやつで、しかも一匹感染すると他のやつにも移るらしくて、イリドウイルスに感染したワラジムシとかダンゴムシは長く生きることができなくなっちゃいます。こっちはダンゴムシですね、ワラジムシが多いけどダンゴムシも数匹ついてます。まあなんか見た感じは健康そうですけど、でもなんか一本の木で感染が広がっちゃうらしくて、多分ねこうやって青いやつがついてる木なんで、さっきのダンゴムシももしかしたら感染しちゃってるかもしれないですね。カブクワはもういないかな、なんか上の方も樹液出てるっぽいけど特に何もついてないですね。さあここの街灯も結構暑いんですよ、ちょっと草が伸びちゃってるんで見づらいけど、このね街灯の下とか街灯の周りとかにねよくいろんな虫が落ちてます。なんか面白いの飛んできてないかな。うわードキッとした、一瞬クワガタかと思ったけど、これガムシですね、水生昆虫です。普段は水の中にいるんですけど、よくね街灯にも飛んできます。ゲンゴロウとかにもすごい似てますよね。いやードキッとしたな。おおお、あノコギリだ、来た来た来た、おでかくね、ノコギリクワガタです。北海道ではねちょっとレアなんですよ、まあ全然いるんだけど深山に比べるとちょいレアです。いやこいつでかいな、なかなか北海道でこんなサイズのノコギリクワガタ見つかんないんで、ちょっと嬉しいですね、ちゃんと水牛型だし。まあちょっと深山よりも時期が遅めです、7月入ってからですね見れるのは。なんかガサガサ音すんなと思ったら、あれキツネですね、キツネがいました、キタキツネかな。いやびっくりした。でなんかあんま逃げないんですよね、あんまり人を恐れてないのかな。何やってんだあれ、あえなんか食べたぞ、蝶々かあれ、えこれやばいんだけど、まずここに、あちょっと逃げちゃったけどキツネがいるじゃないですか。でねこれさらにねよーく見るともう一匹いるんですよ。え？すげえなここ。兄弟とかなのかな？それか夫婦とか？多分キツネも街灯に寄ってきた虫狙ってるんだろうな。同業者です。樹液出てる木はさっきの木だけっぽいな。結構見てるんですけどあんま出てないんですよね。いやでももう時期も終盤だからしょうがないか。下の方とかももしかしたらいるかもしれないけど、ちょっと雨なのか樹液なのかもよくわかんないです。あいたいた、またカブトムシです。ただまたメスですね、もうもしかしたらオスはいないかもしれないな、産卵前のメスが生き残ってるって感じだと思います。なんと木の上からミヤマクワガタが落ちてきました、しかもさっきより大きいです。ライト照らしたからびっくりしたのかな、ってことはもしかしたらまだ上の方にも何匹かいるのかな。まあ中ぐらいって感じかな。でも結構足かけちゃったりしてボロボロです。まあ長く生きてる証拠ですね。あれこれクワガタだ、なんで桜の木なんだけどついてますね。コクワのメスかな、いやこれもしかして
あ、赤足ですね。赤足クワガタのメス。本州だと結構高い場所に行かないと見れないクワガタなんですけど、北海道では平地でも簡単に見ることができます。まあコクはそっくりなんですけど、まあ、さっきね見てもらったら分かる通り、裏側にすると分かりやすいんですけど、足が赤いクワガタです。いやークワガタも結構見つかってんな。種類で言ったら4種類目か。こっちにはカエルがいます。まだちっちゃいけど、これはアマガエルですね。日本アマガエル。実は北海道ってこの日本アマガエルと、あとエゾアカガエルっていうカエルしかいませんでした。ただ最近外来種としてヒキガエルとかトノサマガエルとかが本州から北海道に入っちゃってますね。北海道はもともとカエル少なかったんですよ。うわーこの木もやばいな。わらじ虫がいっぱいいるんだけど、イリドウイルスに感染したわらじ虫がいます。多分もうここにいるやつ全員アウトですね。ほらこっちにもいるもん。うわ恐ろしいな。北海道ってもしかしてイリドウイルス多いのかな。僕が大学生の時もよく見ましたね。で忘れたんですけど、ダンゴムシとワラジムシもカウントします。これはゲジかな。普通の、確か北海道は大ゲジがいなかったはずなんで、これ普通のゲジですね。大きさ的にもゲズイ、ゲジじゃないゲズイです。リピートアフターミー、ゲズイ。いやちょっと取れなかったけど、エゾシカがいました。でね、めちゃくちゃ威嚇して鳴いてるんですよ。いやでかかったな。2匹いましたね。ちょっと茂みん中隠れちゃったから姿見えないな。やっぱ本州のやつよりでかい。圧倒的にでかかったっすね。いや怖えな、これなんか飛び出してきそう。まあ、結構今威嚇してるんで刺激はしない方が良さそうですね。やめとくか。よし、じゃあそろそろ戻るか。また雨降ってきたし、明日めちゃくちゃ朝早いんで、そろそろホテルの方戻りたいと思います。ってことで、まあ、今回まるまる24時間生き物採集っていうわけではなかったんですけど、北海道での生き物採集楽しかったです。まあ、結構ねいろんな種類見れたし、北海道ならではの生き物も見れたんで、めちゃくちゃ楽しかったです。ってことで、動画はこんな感じで終わります。ご視聴ありがとうございました。